福間美子吉本先生、吉尾のあの発言はひどいなと思っています。魔女の宅急便、角野先生、もっと可愛いラブストーリーの映画になると思っていた。白熊カフェ、比嘉アロハ先生、熊がメインなのに指の数間違えてる、ふざけんな。100個、加藤春明先生、全然可愛くない、ふざけんな。アヒルの空、日向先生、失望に値する最低な演出だと重ねてお詫びを。ドラゴンボール、鳥山先生、自分の中ではもう過去のものになったドラゴンボールでもテレビアニメの出来に文句言ったりしてるところを見ると放っておけないほど好きな作品になっていたのかもしれない。ゲド戦記ルー・グウィン先生、ストーリーを説明しきれておらず消化不良感が否めない。鋼の錬金術師荒川先生、オリジナルは大歓迎だけど後半のロゼが連行されるくだりはやらなかった方が良かった。ピグマリオ和田先生、キャラデザ、作画のひどさに2度ブチギレ。るろうに剣心和月先生、アニメの意見は制作会社へどうぞ、作者は責任の範疇外です。海のトリトン手塚治虫先生、テレビと私は関係ありません。スラムダンク井上先生、キャラが自分の思惑と違うセリフ言わされてて耐えられない。うるせえやつら2、ビューティフルドリーマー高橋留美子先生、大嫌い。ヘルシング平野先生、 DVD を真ん中に売った。ガスリンガーガール相田先生、1期の出来に作者がブチギレ、2期は自分が入ると言って参加するもののさらに出来が悪くなりファンがブチギレ。